ボロポタ TV へようこそ。今回は前回に引き続き人形浄瑠璃を鑑賞した後、ブロンプトンと水上タクシーに乗って水と徳島を楽しんでいきます。こっち船着き場です。行きましょう。2つのコースがあります。あ、何のコースがあるんですか？吉野川を遡っていってタミヤの方から帰るルートと、金沢町を帰る金沢町、大きいのつの手前ですね。一高のところ遠く、この前と違う方がいいよね。この前はね、三合橋のところを左に曲がって、それで吉野川の本流に出て、ほんで宮島エコ側に入った感じです。わかりました。ほな、今日は白鷺大橋の手元から帰る。あ、いいですね。今日白鷺大橋がテーマだったんで、はいはい、じゃあよろしくお願いします。めっちゃダメだしさっき浄瑠璃でおたゆさんをしていた方と一緒に帰ることになりました。おたゆさんと。さあ、ここから吉野川の本流です。このアトラクション感がいいですよね。そうそう、さっきの白鷺大橋が、そう、先輩の白鷺大橋、そう、もはや私のっていう贅沢このね、阿波白鷺大橋は長さがね、1291m もありますからね、1キロ以上、川幅がすごい広い。そうです、そうです。先輩、ケーブルイグレット方式、いくよ。まだ言うの、恥ずかしいわ、しかも空真下通る。あ、でも下見えるから、ケーブル見れ、あ、でもあの間を通るかはちょっとわかんないんですけど。でもこれ、方向的に通らん？通るかな？通りそうな感じよね。ちょっと足らんかったみたいな。あ、そうなんですか。さらなる裏話。これあかんでしょ一回発注したんやけど、実はケーブルの長さが何十メートルか足らんかって、取り直しになって納期遅れ、工期遅れたって。そうなんですか。ちょっとそんな詳しくは知らないんです。なんか昨日論文読みながら、なんかどうやって通したかみたいな論文読んでて、なんか一本ずつこう徐々にこう角度をこう、なんですか、広げてったというか、で最後の真ん中つなげた時に下を通したみたいな論文は読みましたけど、ちゃんとあれやね、ガイドの予習してきたわけね。予習は素晴らしい。通常タクシーは何回か乗られたことあるんですか？え、初めてですか？初めて。あ、初めて。今日の持ってすごい、やっぱね、またさっきの自転車と違った景色でね、吉野川とか楽しめますからね。さあ、ブロンプトンもちゃんとこっちに集合されて、おお、ケーブルイグレット形式のちゃんと下にケーブル行ってますね。この角度から見ないとわからなかった。先輩、ほんまにケーブルイグレット乗ってるな。乗ってますね。バッチリやな。
ここよりまだまだ。まだまだ。まだまだ。もっと楽しいやつが待っとるわけ。アトラクションみたいで面白いですよね。みんなヘルメットちょっと早く。皆さん気をつけてくださいね。たまったんよ。スレスレ。はい、ギリギリ。シートの中に頭隠してくださいね。うわ、ほんまに狭い、はい、波がね、上下したりとかして当たったらあかんので上下乗ってください。ギリギリ。うわ、すごい。ギリギリ。うわ、すごい。スリル満点。そうです、ここも走りました。そう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 、対岸側。この幅が、ここがめっちゃ狭かったけん。シートの中に頭隠してください。シートの中に。さあ、正面に岬が見えてきました。これは通路の逆ルートで。あ、はい。いいなぁ。アニメの絵が展示されているので見てください。橋の下美術館。はい。ちょっとここも低いので気をつけてください。この橋の下がなんか展示がある？そうです。何だろう。低いな。この下ですか？これは低いじゃん。さあ何の作品でしょうか。どうやってたの？絵が近すぎて見えないかも。あ、ほんまや、なんかある、なんかある、はい、なんかあるけど、なんかあるけど、なんだろうか。おぉ、見えるでしょ。長すぎて、これ、なんだろう、なんかだろう、なんかの目。なんや、なんや、なんや。そうか、こういう風になってるのか。近すぎた。近すぎた。なんかの目。そっか、少し高くないといかんのか。ここへ行けんとやばいかもしれない。あー、そっか、あそこだからずっと水が潮の満ち引きによって増えてくるんですね。で、ちょっと大潮になってきようんで。なるほど、なるほど。私の母校早いです。え、私の母校ですよ、皆さん。徳島大学ですよ。あー、ほんまじゃ。ここは何の作品だろうな。佐々木くんは何やろ。佐々木くん、佐々木くん。あ、あったあった。これか。佐々木くん。佐々木と宮津。佐々木と宮津。あ、本当だ。さっきよりはちょっと見やすい。へえ。面白い。この時期ならではの。なんかこれもう一回見に来んとあかんです。聞いた時に上見たい人は。あ、そうやね。なんかアナウンスのやつで回ってるんで。あ、そうなんです。今日は特別チャーターだから。お、ここも何かがある。あ、なんかあるな。ここはなんだ。バニタスの、うん、初期カルテ。おお。ちょうどね、この左側はね、徳島城です。
で昔はねここまで海でした、このスレスレのところまで。近くはダメよ。ちょっと影響気味な学生。あ、上注意です。上、みんな上。これ当たったら多分あの勇気だ。上のスピードでガンって言ったら上だよ。そうそう。みんな上、上よ。お。水が、うん、お、ここにもなんかあるけど、これなんだろう。揺れてますのでね、頭気をつけてください、ね、これなんだろう、なんかのここもアニメのなんかドラキュラ、ドラキュラみたいな、ドラキュラ、三津藍橋、ここまでがスケトーバーで、橋くぐると新町川って名前が変わります。なるほど。あ、なんかあれ車が、屋根の上に車があるぞ。 GSK、 あ、眉山が真正面。砂糖でも結構近ない、ここ。鬼滅も低いので、鬼滅も低い、はい、見上げてください。さあ、お待ちかねの鬼滅です。さあ、砂糖橋の下に町遊びの展示の橋の下美術館、鬼滅の刃がいよいよです。あ、半次郎。あれ、これはあれだな、遊郭編だな。お、音柱、音柱、何でしたっけ、音柱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 、あ、禰豆子、禰豆子でも鬼バージョンだな。半次郎と、あ、ダキがいる、ダキと善逸と、あれ、音柱名前何でしたっけ、あ、宇髄さん、宇髄さん、宇髄さんもいました、そこ宇髄天元。はい、ありがとうございます。ダキを拝めて、でも龍太郎いなかったですね。龍太郎がいなかった。左側が阿波踊りのね、一番賑やかなさじけができる相葉浜公園ですね、この左手。あ、なんかここにもあるな。なんだこのビロビロ、これ昔ありましたっけ、このビロビロ。これもあれ何かな、これあの LED で、あ、夜になったら電気が、お、これは何だろうか、なんだこれ、ん、青い、青い、ちょっと目つきの悪い人がいるけど、あ、でもこれまだだな、2022年10月放送開始予定って書いてある。まだ知らないけど面白い作品かもしれませんね。あ、ハト、ハトが、ハトが喧嘩してる、ハトが喧嘩してる、めっちゃだって、めっちゃ重いですね、あれめっちゃ喧嘩してる、どこだった揺れるよ、揺れるよ、どっか捕まって、あ、そっか、あれが船の、お、揺れた、お、前から船が、あ、前から船が、
沢たかおと松島菜奈子が映画の中でここら辺歩いてるのを見て徳島に来ようと決めました。これもなんかアートオブジェになってる。これもなんかアートオブジェ。昔なんかすごい、なんだろうこれってみんなで言ってたな。へえ、あ、これもだ。ラクーンってタヌキ？え、ほんまですか？この反対側見てくれた、この真ん中についてるのがラクーンです。ラクーンドッグって言いますもんね、タヌキ、英語で。夜、虹色に光る。え、気持ちで緊張だね、キンクシマアワードね、アワード。平成タヌキ合戦ポンポコに出てますね。これも橋脚ないですね、この橋も。あ、そうですね、もうついてる。あ、すごい、早いな。あれ、結局、ね、車で行ったのか。ずっと回ったもんね。さあ、帰ってまいりました。いや、楽しい船旅でしたね。ちょうどしかも今日特別な期間だったし。そうですね、美術館の絵はね、橋の下美術館。さあ、お疲れ様です。帰ってきました。ここで生まれたカモさん。さあ、どうも皆さんお疲れ様でした。さあ、今日は初めてポザリング参加してみていかがでしたか？私初めてではなかったけど。あら、そうでしたか。2回目です。あれ、2回目でしたっけ。2回目か。ビザンに行きました。あ、ビザンのツアーの時。 あ、そっかそっかそっか。な感じで、どうもありがとうございました。あ、じゃあちょっと初めての方に、じゃあ一言感想いただきましょう。いろんな体験をさせていただいて楽しかったです。一番何が印象的でしたか？あ、でも、うん、どれもかな。どれも難しいどうもありがとうございました。はい、はい、ではでは、佐田さんから一言。え、今日いかがでした？今日もう本当はいつも楽しい企画ありがとうございます。またちょっといろいろとね、はい、今年もまたツアー考えてきますんでね、またタイミング合いましたらよろしくお願いいたします。さあ、最後にちょっと船長さんに。あ、はい、今日はありがとうございました。普段はあれですね、水上タクシーの船長さんされているとのことで。そうです。普段ね、病院勤めで病院の仕事してますけど、ここはボランティアなので。あ、なるほどなるほど。はい、水曜日と金曜日の船長してます。で、金曜日の方が水上タクシーの方、金曜日が水上タクシーで、水曜日の方は周遊船を回っております。あ、なるほどなるほど。道頓島クルーズ。はい、クルーズの方もね、一周ずっと30分ぐらいね、説明いろいろしますので、また皆さんいらしてください。さあ、どうもありがとうございました。徳島の魅力をいろいろとね、堪能することができましたね。はい、じゃあどうもありがとうございました。お疲れ様です。日本にはまだまだ魅力的な場所がたくさんあります。これからもブロンプトンでのポタリングツアーを通じてその魅力をお伝えしていきますので、チャンネル登録、いいねボタンをいただけましたら励みになります。自分もツアーに参加してみたいという方は概要欄にあるリンクをご覧ください。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。